つけます。ワイスファクトリーアンドロイドの動画になってますけどね、少年の見どころをつけていただいておりますけども、はい、今日も無事終わりましてね。で、ツイッターの方もフォローして応援していただいているお仲間さんはご存知かもしれませんけども、まあ昨日ね、一日休養日っていうのを作りまして、まあ休養日っつうのもね、まあ言ったら、一日何も予定を入れない日でも、毎朝日課にしてるストレッチをちょっと余分にやって、まあ、その辺ジョギングとかね、走り行ったりとか山の中駆けずり回って、で一汗かいて帰ってきて風呂浴びるみたいな。でまあ一日ゴロゴロしながら、でまた気が向いたら走り行って一汗かいて風呂に入るみたいな。一日休養日に休養日をね設けたんだから、のんびりゴロゴロしたらいいじゃないかみたいなねこともあると思うんですけど、まあ僕のそのストレス発散というかリフレッシュ法というかそういうものなのでね、まあやった方が体の調子もいいんで、まあゴールデンウィーク中ちょっとどっちかといえばね忙しくて体力的に厳しかったというよりも、もうメンタルとかね、そのまあ、ストレスとかによるものなんでしょうかね、ちょっとリフレッシュしたいなみたいなとこあって、昨日のお休みで、まあまあ、体を動かしてね、汗かいて風呂入って、サウナなんて言ってますけどね、サウナとかサウナが苦手でね、お風呂の方が好きなんで、まあ家で十分間に合うというね、まあ、生粋のニューヨーカーなんでサウナじゃなくてニューヨーカーなんでね、まあ家のお風呂でこと足りるんで、まあなんていうんですか、まあ言ったらそのね休みの日のんびりしてりゃいいのにと、思われるかもしれませんけど、僕としたらね、なんか運動の施設があるようなところにこう入浴の施設があるようなね、そんなところには一日遊び行くような感覚で、これが家で手軽にできるということ、お金もかかんないし、まあそんな感覚でね昨日リフレッシュしてたんですけど、まあ昨日ね午前中は、まあ、朝からストレッチやって、ジョギング行って、まあね、帰ってきて風呂入って、まあ、神さんと飯食って、で、まあ、神さんはね家でいろいろと本当主婦業が忙しいところ申し訳ないけどゴロゴロさせてもらいながら、まあ、また夕方ぐらいからね走り行ってまた風呂だみたいな、みたいな感じで行ったんですけど、だからまあ結構言われるんですけどね、普段から肘痛腰痛いなんつって、あ肘じゃねえ膝ね、左の膝がちょっとあんま良くなくて、で腰も痛いって言ってるから、まあそんな時ぐらい休みはいいのにとか、痛い時は無理しちゃダメですよなんてよくアドバイスいただくんですけど、もうこのね52歳という年になると本調子の時なんかないんですよ。じゃあね腰が痛い膝が痛いなんていうのを治るのを待ってたらいつトレーニングできるのっていうのがあるから、まあ、調子のいい時はねじゃんじゃんやるようにしてますよ。多少ね多少痛みとかはありますけど、で本当に痛い時は体と相談しながら、まあ、無理しない程度のウォーキングとかにしたりとか、まあ、本当に痛い時は休みますけどね、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、昨日のね午後トレですよ。まあ軽いジョギングというかね午前中も走ったからウォーキング程度でなんて思ったんですけど、ちょっとルートを変えて、歩き回ってますと、ちょっと少しね、硬化したなんかまあまあ立体の下のね少し 40〜50メートルぐらいあるような、誰も本当こんなとこ歩く人いんのみたいな通路があって、まあ、そこでねまあ 40〜50メートル距離取れんで、あ軽いダッシュでもね2、3本やってみたいなと思ったんですけど、まあ1本目ですよ。ここがねまたカメラ回っててっていうか、僕がね自分で置いて自撮りですよ、まあ、こんなんやってますよみたいな報告がてらね、そういうところもカメラ回してるんですけど、まあ、ほんと軽くですよ。ちょっとほんともうジョギングに毛が生えたようなこう軽いこうダッシュして、まあ、カメラを通り過ぎて、でその先がねなんか泥とかで、まあ
日陰にもなってたからね、雨なんかでこうドロドロになってて、まあ、結局仮ダッシュ終わった後にその泥のところに足踏み入れて、まあでもね、まあさてって止まるところだったんです。そこであのバナナの皮を踏んで滑るみたいな漫画みたいなね、こう両足で行くような、大転倒をかましまして、いやー痛かったな。いやいや、もう本当ステーンみたいなね、ここがね、なかなかのいい受け身取れまして、まあ本当こう受け身、まあ、肘受けて、まあ、背中をね痛打したんですけど、まあだからね、場所が場所だったんで本当背中がね多分びちゃびちゃになってたのかなとは思うんですが、で少しねあのゴーンといい受け身取れたなとは思うんですけど、ゴーンと背中痛打して頭を打った音も聞こえてきたんですけどね、まあ頭の方はまあそんなにきつくは打ってないのかなって、まあ、感覚的に分かりましたけど、ただね油断はいけませんよ、もっとねあの頭打った後に急にこうね数分後に気持ち悪くなったりみたいなとかあったらやばいんでしょ。だからもう慌ててね帰ろうということで、でしかもなんか走っていくのもね良くないんじゃないかと思って、ただ急いで帰って、まあ、とりあえずはもうかみさんにねだけ報告すればなんかあっても救急車呼んでもらえるんじゃないかと思って、急いで帰りたいなと思うけど走っちゃいけねえって言うんでね、なんかちょっと競歩みたいな歩き方でスンとこう歩きながら帰りましたけど、ほんとねよく見たらなんかとねシャツもなんか肘のところ破れてるし、いや帰ってみたらね背中がほんと泥だらけ。これ多分ねあのまあ正面から来る人はね別になんとなく早歩きしてるおじさんだったと思うんですけど、後ろから見てた人ね、まあ過酷な修行する人だなって思ったでしょうね。もうね、今シャツ脱いで後ろ見たらもう本当の泥だらけで、うん、いやまあ別に人がねどう思うかっていうのはいいんですけど、まあだからまあもちろんね僕もそういったあの体的なねあのそのフィジカルのコンディションを維持するために、まあ自分がやりたってやってることだし、その方が調子がいいんでね、まあそういうことをやるんですけど、あとはやっぱりもう一点ですよ。やっぱりこうサーキットのねを、走っていく上でどうしても倒したい男がいると、まあ、その男がねいつ引退するかもう秒読みかなっていうところがあるんで急がなきゃいけないと。ただ僕の活動はどうしても、まあ、転んでは続けられないっていうのがあるので、どうしてもこう少ない練習のチャンスを生かしながら自己ベストを更新していくっていうのは結構ね至難の業かなって思うんですよ。昔ねその、まあ、30年も前に一生懸命走ってた頃の貯金っていうのは、全くないのでまあそれはそうなんですよ。最近刀も錆びついてんのかななんて思って抜いてますけどね、よくよく考えたらまあ現役の当時から竹光だったんでね、まあ錆びないんですけど錆びないんだけど、で今更こう昔の貯金で走りますっていうことでもないので、これからこう一生懸命スキルをねもう一回取り戻していくっていうのは、ただ転倒もできないしっていうところありますね。だからそうするとどうしますかというとね、やっぱりフィジカルだと思うんですよね。オートバイを自分好みに仕上げてとか、オートバイが速くなってくればなんとかなるっていうスキルがないので、そしたらやっぱり僕自身がね上げていくみたいな、当然この間もお話しましたけど、もう僕がもうベストだと思って出してるタイムっていうのは多分ね国際 A とかが同じ僕のバイク乗ってくれると僕より1秒2秒早く走ると思うんですよ、ちっちゃいコースでもね。まあ、そういうの考えるともう僕自身がで、フィジカルだけしっかりしてれば何かこう不意のオートバイの変な挙動があった時にも対応できるフィジカルがあれば、まあ、転倒も少なく済むのかなということでね、まあ、そこはこだわるとこありますよね。やっぱりもう続けていくためにはもう転ばないと、まあ、無意味な転倒は避けたいですよね。まあベストタイムをね更新していく以上は転倒はやめなしみたいなところはあると思うんですけど、うん、まあうちのね転倒
倒すためには僕の方はね、転ばずにもう一度スキルを磨き直すと、そのためにはフィジカルだということでね、まあ日々のトレーニングも欠かすわけにはいかないんですけど、まあね、バイクじゃなくてジョギングで転ぶってねしかもね、なんか感覚的にはあ、ちょっとこのあばらの裏側ひびぐらい入ってるかなぐらいの感覚ではありますね。余計なことやっちまったなでもお気になさらずですよ、仕事に差し支えるようなものではありませんので、はい、お仕事の方はねどしどしお申し付けいただいてというような感じです。まあね、骨折ぐらいは、怪我のうち入らねえっていう風に育てられてますんで、なんてことないです、大丈夫です。まあこれまで通りねトレーニングは続けていきますし、大至急また練習の方段取りができ次第次は桶川スポーツランドの方へというのは、ね、何も予定変わりませんので、また応援の方でよろしくお願いいたしますということで、連休明けさあここからまたブーストかけてやっていきますよ、ね、よろしくお願いします。まあ今日はそんな一本でございました。お付き合いいただきましてありがとうございました、ね、言ってるっぽいよね